こんにちは。ご視聴いただきありがとうございます。今日のトピックは何ですか秋篠宮ご夫妻、陛下が皇室応援団、との交流を皇居で再会も、赤坂御用地では未再会、な理由を宮内庁に聞いた。両陛下が英国語訪問中の6月25日、秋篠宮様は宮邸で、国事皇位臨時代行の退任に臨まれていた。 天皇陛下が普段行われている国事行為は多岐にわたるが、外国語訪問時には皇太子や皇子が代行を務めることが慣例だ。国会閉会後ですが、秋篠宮様が代行されるご執務は、政府の閣議決定の書類、法律交付などの書類への署名、応印が中心となっていました。25日のご執務では、 翌日に交付された改正政治資金規正法といった法律や政令など、膨大な書類に目を通されています。紀子様も講師費として、両陛下が英国に出発された22日に、第16回国際小二眼学会アジア総会にご臨席、30日にはチャリキコンサートなどにも出席されています。将来の天皇家となる講師家の中心として、 秋篠宮ご夫妻は多忙な日々を過ごされています。皇室担当記者、天皇が行う告示行為を秋篠宮様が代行される一方で、他のお勤めに注目が集まっていた。本市6月18日発売号では、皇居などでの除草や清掃、天変作業にあたる勤労法師団へのご恵釈、 愛子様が断たれることへの期待感が高まっていたことを報じた。作業にあたる勤労奉仕団は、全国各地から集まり、時には力仕事も少なくない作業に日々従事している。両陛下のお声掛けがあるかもしれない。と、皇室への敬愛の念が強い人々が毎回集まっているのだ。このお声掛けは、ごえ釈と呼ばれており、 終戦直後から続く皇室と国民が直接語り合える機会として、上皇ご夫妻や両陛下は大切な務めとして臨まれてきました。コロナ禍で法師団の受け入れを取りやめていた時期がありましたが、昨年5月から再開しています。今年に入ってから陛下は、毎週のようにご公務やご執務の合間を縫って準備され、ご会釈に立たれています。宮内庁関係者。 ところが令和となってから、宮内庁ホームページに公表されている、秋篠宮家のご日程、には、ご夫妻がご栄釈に立たれたという記載がない。御所のある皇居では天皇皇后両陛下が、各宮家が生活される赤坂御用地では、皇太子ご夫妻が法師団のご衛釈に立つことが慣例となってきた。なぜ 皇太子待遇である皇子と皇子妃の秋篠宮ご夫妻がご挨釈に臨まれていないのか、本市が宮内庁にその理由について聞くと、文章を通じて次のように回答した。令和2年3月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の状況に鑑み、赤坂御用地での皇居勤労法師団の作業を見合わせているため、ご挨釈は行われていません。天皇陛下は、 皇太子殿下時代及び五足以後赤坂御所でお住まいの期間は、ご都合のつく範囲で、赤坂御用地での皇居勤労奉仕団へのご会釈を行われてきましたが、令和2年3月以降は同地での作業を見合わせていることから、どなたのご会釈も行われていません。奉仕団の作業が再開していない。しかし、 一年前に皇居で再開した奉仕団の受け入れが赤坂御用地では未だに再開していない状況に、静岡福祉大学名誉教授の渡部雄二さんは懸念を抱いている。皇居は主要な祭祀などが行われる皇室の中心です。そこで再開されているのに、赤坂御用地では作業もごえ釈もない状態というのは違和感があります。それでは、 回収費や工事経緯の不透明さをめぐって批判を集めた秋篠宮邸。過去様がお住まいになる旧ご家具所の様子など、法師団に見分させたくない、という憶測を広げかねません。法師団に参加する国民は、皇室のため、とボランティアで作業にあたります。こうした人々へのごえしゃくの機会を秋篠宮ご夫妻が持たれないことは、 公子家に対する敬愛の精神を低めてしまうことにつながりかねないのです。奉仕団の作業が再開されないのは、同じ赤坂御用地にお住まいの道子様に対する、紀子様の、配慮、外一員ではないかと、前室の宮内庁関係者は語る。道子様を、お手本、に、紀子様は皇族としてのご姿勢や理想像を追求され、皇室を支える、 という強い使命感を育まれてきました。それだけに、自分たちが上皇ご夫妻を差し置いてご栄釈に立てない、とお考えになっているようにお見受けしています。さらに、秋篠宮様の行為への過剰なご遠慮が、状況に拍車をかけているという、スメラギフト仕事ではなく公師と名乗られているように、 秋篠宮さまは後位継承者というお立場に強い遠慮を示されていると言われてきました。陛下と5歳しか年齢が変わらない秋篠宮さまは、自分は後位を継承する立場にない。と、これまでも様々な形でお示しになってきたと見る関係者は少なくありません。確かに秋篠宮さまは、本来東宮自重と呼ぶべき側近も休務官という名称にされているように、 秋篠宮家はあくまでも一宮家というスタンスを貫かれておられるのです。しかし、秋篠宮家のお世話に携わる職員数、予算は交代しか規模であり、秋篠の宮様のご遠慮と現状には矛盾があります。将来の天皇家としてのご自覚を強めるべきだという点から言えば、赤坂御用地での奉仕団作業を再開し、 秋篠宮ご夫妻がご栄釈に立つべきだという意見も今後はさらに強まっていくと思います。前室、宮内庁関係者、秋篠宮様と紀子様が担う皇室を支えるためのご指名、法師団への面会拒否とみられるような現状はいつ変わるのか。このニュースについて人々がどのように反応したか見ていきましょう。送るまでも出ないし、 面倒くさいだけでしょう。ボランティアの人たちって皇室に敬愛の情を持っているだけでお金は運んでこないし、国内や国外の入学や生活など人に知られたくない事情のために役立つ人じゃないし、誰かに代わって論文執筆してくれるわけでもないし、大層な家を見て、これが税金か、とひっくり返る庶民ですからね。回収された天皇家はすぐにテレビで紹介されたが、 60億もかけたこの三宅の内部は全く公開されず、通訳を介さず、という繰り返される要人の接待も玄関先の様子のみ、赤坂ベルサイユと呼ばれる内部は原始の国民に公開されるべきであり、トンボ論文の元となったご用地を潰す工事も始まっている。この不透明さの中、ごえ釈がこの三宅だけないのではさらに様々な憶測を呼ぶ。ふむ このようなご本人の意志を無視し、周りの環境は皇太子に整えてやったのだから皇太子として振る舞えとののしる宮内庁関係者とやら、現行室をなくしてでも男系男子での行為継承を望む神社本庁関係者か、きちんとお仕えしているものではないのではないだろうか。陛下の皇太子時代、陛下を大変罵のしっていた関係者だろうか。記事でもある通り。 皇室は皇太子ではない。秋篠宮殿下は十分にわきまえておられる。直径長子が陛下におられるからだ。法を重んじる殿下であるから、法に定められたことはされだろうが、皇太子、ではないのだ。そもそも秋篠宮殿下が即位され、久人殿下が即位される未来とは、皇室はほぼ久人殿下で終わりになることが確定しているようなものだ。 皇室は男の生産工場となり、国民と暮らくを共にする伝統は失われるからだ。上皇陛下が国民に望まれた安定的行為継承は京急殿下立体史をもって道が開ける。こんなにも簡単なことがわからないとは愚かである。マコさんやカコさんみたいに、ひささん、皇室を離れたいとか言い出したらどうする後継者が男子でなければならないっていう時代は終わってる。 国民のみんながこの人なら、加えて本人もぜひというのであれば、それはそれで納得できそう。そのあたりが空回りしてるばっかりで何も見えてこない。政治家の方々、いい加減保身はやめて今どうすべきかに目を向けて、動画を最後までご覧いただき、ありがとうございました。皆さんのご意見や感想をコメントしていただけると嬉しいです。次回の動画でお会いしましょう。 ありがとうございました。